平野のしよべ先輩三宅県の食事会で明らかになった小麦アレルギーとグルテンフリー生活。美ボディ化計画の一環として注目される彼の健康意識。ジャーナリストになりましょう。今回は元 V6 の平野市洋さんと、現在戸べ所属の三宅県さんが行った食事会についてお伝えします。 この食事会で明らかになった平野志耀さんの小麦アレルギーとグルテンフリー生活についてのエピソードがファンを驚かせました。三宅健さんが YouTube で行った生配信で、トベファミリーとの食事会について報告しました。この食事会は、トベメンバーが一堂に会する特別な機会で、その席順には興味深いことがありました。 三宅さんの左右には平野紫陽さんと神宮寺祐太さんが座り、平野さんの隣には彼に憧れる IMP の佐藤真さんが座っていました。三宅さんは平野さんが小麦粉アレルギーであることを明かし、食べれないものを佐藤真さんに譲るエピソードを微笑ましく語りました。この食事会で話題になったのは平野紫陽さんの小麦アレルギーとグルテンフリー生活です。 一部のファンは驚きましたが、女性編集者は、平野さんの活動が順調そうであることが透けて見える、と話しています。では、小麦アレルギーとグルテンフリー生活について詳しく見ていきましょう。まず、小麦アレルギーについてです。小麦アレルギーは大人になってから発症することもありますが、主に未発たちの消化器官を持つ子供に多く見られます。しかし、 子供の頃に小麦アレルギーだった人でも成長に伴い改善することがあります。平野さんは過去にテレビでうどんやパンを食べている姿が見られ、インスタグラムのストーリーズでも小麦アレルギーが改善していることを語っていました。つまり必ずしも常に気をつけなければならないわけではありません。次にグルテンフリーについてです。グルテンフリーは 小麦に含まれるグルテンという成分を摂取しないようにする食生活のことです。もともとはセリアックや患者向けの食事療法でしたが、美容意識の高い海外セレブたちを中心に注目されています。日本でもローラさんやガクトさんなどがグルテンフリーを実践しています。しかし、徹底的にグルテンフリーになると調味料なども制限されるため、 大変なこともあります。そのため、ゆるい取り入れ方が人気で、食べないように心がけるというスタイルが好まれています。平野紫耀さんは以前からグルテンフリー生活を実践しており、肌の調子を整えるために取り入れることもあるそうです。最近は何か大きな仕事があるようで、美容や体調に気を使いつつ、食事にも気を使っていたようです。ファンの前で、 さらに引き締まった美ボディを披露する日も近いかもしれません。デビューに向けて、平野志耀さんの体作りが進行中であることは明らかです。彼の健康と美容への意識がファンにとっても刺激的な要素となっています。彼の今後の活動に注目です。